共産党から大平義信衆議院議員がお越しですので、委員長から名刺を署名をお渡しいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました、日本共産党衆議院議員の大平義信です。私は比例中国ブロックの選出で広島県の出身です。皆さんがこうして文字通り命を懸けて全ての被害者の皆さんの早期の解決と救済のためにと一筆一筆集めてこられたこの署名の重みを、私まず最初にしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。私の中国ブロックの地域で言いますと、昨年10月に山口県で三菱重工の下関造船所を相手取った戦いが、昨年の10月に勝利判決が出される、8000万円の賠償を認めるということになりました。山口から来られた方、今日おられるんでしょうか。この戦いでも8年がかかっているということで、本当に被害者の皆さんにとっては待ったなし、早期の解決と救済目指して、私も皆さんと一緒に全力で頑張りの決意申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。